ロペシティ輸入中古車専門店、創業28年、累計取引実績3万台、日本全国エリア拡大中。あなたの街のロペシティ。このフロントサイズが24535、はい、の20で、リアが305ですよ。すごいですね。もうちょっとあのサイヤサイズのところだってアップで撮ってもらっていいですか。フロントがこうですね、245352、あっちですね、305320でね、クッションこのね、後ろから見るのもかっこいいですけど、あ、ここのね、タイヤのこのね、このいいタイヤをこうやって見るのが好きだったんですよ。最高ですね、はい、こんな。でもさ、ディアボロとかさ、はい、なんとかすごいじゃん。そうですね、もうタイヤこのね、そう、この後ろのこの平べったいタイヤの扁平率とかを前で走ってる車見たけどさ、こんな太いタイヤ入ってさいい走りするよ、うん、そしてもう一つやっぱね、はい、これですよ。そうですね、わかりますか、これこのくびれ
くびれと言ってます。シャッ、膨らみ、膨らんでるよね。そうですね、ワイドになってるよね。はい、ワイドになってます。セクシーなわけですね。オリジンの中でもやっぱね、はい、かっこいいです。はい、僕が一番です。一番ハードウェイの GTS 全然です。 NA じゃないけどね、もうね。はい、かっこいいね。後ろもそうですね、ゆっくり見ましょう。 GTS だったら、はい、なんかジャックテールとかなんかこの辺なんかこのまんまで乗りたいですね。 GTS リビングとかつけずに。ああ、なるほどですね。カスタムしないで、はい、GTS だったらもうこのまんまの仕様で乗りたいですね。はい、マフラーもいいな。これはここ引かないよね。あ、それは引かないです。はい、引かんのって何？フォー。あ、フォー、そういうこと。はい、光って欲しかったけど、あえて欲しかったかな。ただ、急急にからなんですね。そうだよね、多分ね。はい、こんなエンジン、さっきの 760Li こんなんだったら、ギッチギチの、はい、多分もう、もう全部全部ね、回ったエンジンだったのに、はい、これだけのエンジンで、450馬力、はい、3リッターターボ、はい、さすがですね。さすがですよ、本当に。はい、なんかこういったところもさ、はい、時間があったらこうやってなんかさやりたいですね。シュッ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 ってやってる感じだね。このまま汚れてるとかやりたくなっちゃうんだよ。そうですね。ここもね、出るんでしょうね。これもちょっと後に出してみましょう。はい、でフロントフード、はい、もう年式が新しくなればなるほど分がすっきりしてるね。はい、ごちゃごちゃしてないよ。変わらずバッテリーをここだよね。これを切ればバッテリーがいいです。バッテリーちっちゃ、ちっちゃくなったね、バッテリーね。ちっちゃい。なんかさ、はい、待って、996とか引っかかってるね。1.5 倍くらい。そうですね。この真ん中に。え、ここでここでさ、ここでもうちょっと真ん中だよ。ね、これ今ポジションがついてるね。あれ、じゃあポジションにすると、ああ、もうついてんだ、ね、はい。でロー、あ、ローはポジション消えるね。はい、ハロゲン、はい、ハザード、あ、下か、そうだよね。で、右左、はい、もう一回ポジションにしてもらっていい？あー、下はつけっぱなしなんだ。はい、で、ホーン、あー、いいですね。じゃあ、ライトオン。バック、バック終わり、ハザード、で、ウィンパー、はい、リアボール、あ、なるほどね、真ん中の差がつかないんだね。はい、OK です。この状態でノーマルで出します。はい、見えるね、なんかバイクみたいな感じだね、なんかね、いや、こういうようにしまう、本当に。おお、ダメね。センサーはオプションです。はい、これなんかちょっと変わったね。そうなんですよ。
素材が。あ、素材がね。はい、まあ、中身は多分同じだと思うんですけれども、はい、まあ、でこのままでも締めれるみたいな感じですかね。なるほど、はい、GTS って会社でおいくら、はい、1600万ぐらい。そうですね、はい。ちゃんとアイドリングストップもしっかり機能してます ね、 ね、はい。このアイドリングストップってどうなのかね、これは果たして本当に、はい、まあ、世界的にねそうなってるからかしらないけど、はい、これってそんなに変わるもんなのかね、どうなんでしょうか。やっぱりあの渋滞の多い地域では結構役に立つんではないでしょうか。はい、リアウィングついてたりカーナードがついたりとか、はい、いろんな車乗ってるけど、はい、やっぱマニュアルじゃ全然見ないなと思った。ああやってさ、サーキットでガーッて走って、はい、なるほどな、空気抵抗かとかって思ったけど、はい、うん、やっぱりその雨降ってると逆にこう分かる感じですか。そうだ、ね、空気抵抗とか、うん、なんかもうだからこれだけリアウィングがねとかね、いろんな、はい、ブライオチャンネル恥ずかしくなってきたなって思った。ちょっとやめようかなってしまって。そこまでですか。まあ、それがそうだけど。はい、そうなんです、そうです。あのね、ハンドルとブレーキ離すとね、はい、じゃあちょっと黒の使っちゃっていい。はい、まあ、黒、はい、発車、回って、いいね、かっこいいですね。大きいの日はね、11秒11でピッと止めるみたいなね。やりたいですね。ここでまた、あー、20秒のね。そうですね、レスポンス。あ、なるほど。イコールは、あ、うん、なるほどね。ヘドリングスプーンをかかると。今後ろにさ、ミニが止まってるんですけど、はいはい、ミニのラップさ、ヘッドライトのポジションの光り方と、はい、ポルシェのオプションのライトの近い方似てるよね。あ、あの丸、そうそう、あ、確かにそうですね。うん、いいなやっぱポルシェ。あ、ブラインドスポットないんだね、2018年でも。あれオプションですね。そうなの、はい、それ安全は標準装備にしてほしいよね。ポルシェといえど、そうですね、オプションになっております。もうそれ言ってよ。あ、すいません。メーカーにもらいました。結構食らったね、今ね。食らいましたね。これシートベルトしてなかったら膝割れてます、腹が。本当にそんなに、はい、そのぐらいきますね。それあれ何、クイックワイマール憲法って感じだね。そうですね、ワイマール憲法です。憲法15条ですね。あれ、ちょっとこれもホイールかっこいいよ。そうです、ね、マジに走っているところ、はい、はい。ちょっとエアコンつけてもよろしいでしょうか。はい、すいません、エアコンはフェチに。そうですね、あの匂い、匂いよりもちょっと体がほてってきちゃったんで。ああ、はい、あ、暑いの。あ、そうですね、あのちょっとじゃあ音も聞くために。あ、あ、そう、開けられるんだ。忘れてた、危ない危ない。まあでもそんなにやっぱりね、早いって感じではないけども、はい、うん、ちょっと足回り固くしましょう、はい、スポーツ、スポーツぐらいは。おお、跳ねますね。ああ。確かに。おお、うん、確かにね、跳ねますね。うん、このぐらいの方がやっぱりポルシェらしいかなっていう感じはね。はい、いいね、スポンス、うん、レスポンスいいわ。はい、攻撃入れてもらっていいですか。はい、いきます。入れました。ああ、これだとちょっと分かんないっちゃう。そうですね。ああ、やっぱりなんかさ、はい、そのね、マフラーのパイプが
はい、ちょっとポーンっていう感じにバルブが開いて、そうです ね, ね、音が聞こえる感じはするよね。はい、おお、なるほど。右ハンドル多いせいか、はい、全然気にならなくなったな。あー、そうですね。うわ、硬いね、足。ガチッときますね。やっぱりサスペンションは普通でいいかもしれないね、首都高ぐらいだったら。そうですね。ポルシェで、うん、はい、ポルシェで並んでるやつ、ね、やっぱいいな、好きだな俺。ちょっとマニュアルモードいける、はい、うわー、いい。あー、もう、ブレーキ踏んでシュットダウンしないな、これ、はい、やっぱ GT3 と違うね。 GT3 ね、バーンってね、シュットダウンするんだよね、はい、K-1 GT5 とかもちゃうよ。いいですか。この辺で、はい、いけ、リアウィング。こっちからだと上がってるかどうか見えないね。一応こっちから見ると上がってます。上がってる。はい。本当、これがマックス？そうです。これ一番上です。お、入りましたね、マニュアルモード。もう、あ、すごいショートシフトなんだね。あ、もうすぐ入っちゃう感じですか。お、あれ、どっちかどっちか分かんないな、これ。あれ、6速のまま5速。あ、こっちで。あー、逆かと思った。なるほど。なるほど、いいな。ピクピクって感じですね。おお。うん、うん、うわ、効きますね。これマスオさんもびっくりですよ、これ。マスオさんですか。ドロちゃん。いや、やる勇気だと思います。はい。バカ友に似てるって言われる。あ、本当ですか。これ今使うのは全然、あ、ね、まあでも使ってるのと一緒ぐらいな感じだったかな、はい、スポイキ入ってるよ。やっぱポルシェいいですね。でも1600万、1600、そうですね、新車で。ここね、オールデザインってやればよかったな。ああ、なんかじゃあなんかもうちょっとカーポンプとかも、そうですね、まあ、オプションなんかしないけど、はい、オプションですね。オプションにしてよ。オプション標準にしてよ。それも言っといてよ。はい、言ってきます。電話してよ。はい、あの、すいませんっつって、はい、あの、ロベライオっていうちょっと車屋なんですけど、はい、あの、この間うちの上司が、はい、ちょっともうちょっと標準装備豪華にしてくれねえかって言ってたんですけど、どうですかって、はい、ダメですかねつってそれで分かりましたって言われたら逆にすごいと思います。さすがロペライオってなると思います。まずだってシートヒーターとナビと、はい、うん、ま
黒のと、はい、まあ、GTS だったらカーボンぐらいは、はい、標準で欲しい。あ、なるほどですね。それでも儲かっしょ、はい、新車だって全然値引いてくんないんだからさ、はい、ねえ皆さんですよね。ほら今ね、いっぱいね、今いっぱいいいねが入った、はい、あ、そうですね、あの、そう思います、そう思いますって感じで、そうですよ、はい、悪いねがね、ちょっと今ね、メーカーの方から入ってるから、はい、あ、なるほどですね。バカ言ってんじゃねえぞ。おめんたち何わかんだって。素人目線、はい、良くも悪くもではありますけど、はい、でも実際素人目線で乗る方の方が所有率としては高いわけですよ、はい、ね、サーキット行きたいとか、うんうん、ね、もっとレーシングカーにしたいとかっていうわけではないです、はい、うん、そういう人たち向けに我々は情報を発信して、はい、ただその中でも正しい情報はちゃんと発信できるように、はい、そうですね、うん、嘘偽りなく、はい、やっていきたいですよね。最後早口でしたね、はい、でもあれね、やっぱ7シリーズ乗ったからかもしれないけど、はい、狭いよね。そうですね、狭さは半端じゃないですね。ね、後ろはあるかもしれないけど、後ろはさ使うわけじゃないじゃん、はい、運転手が。そうです ね, ね、乗りながらね、はい、リクライニングが多少するかもしれないけど、はい、だからのこっからの視界っていうのは、はい、もう911乗ってもボクサー乗っても一緒なわけですよ、はい、極端な話で、はい、そこだよね。うん、走りは全然ちゃうけど、はい、あ、いいね、これ止まんなくてもさ、アイドリングストップかかったね、はい、今かかりましたね、徐行で、はい、ちょっとスポーツモード入れちゃっていいですか。はい、ついてますね、うん、なかなかいいんじゃない。あ、うまいですね、完璧です。あえてお隣さんいるんで、はい、ちょっと左寄りにします。さすがです。でもこれさ、タイヤ止め怖いよね。一応このくらい。そうですね、まあ、でも大丈夫だと思いますけど、一応、はい、じゃあここで変えましょうか。はい、あー、どう、最高です。渡辺目線、はい、もうアルカンターラスタリングが最高ですね。アルカンターでビブラートですね。アルカンターラ、そう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 。アルカンターラですね。おー、いいね、これ変速もさ、はい、ブーンブーンじゃなくてブーンブーンっていうさ、これいいよね。そうですね、入れちゃう。悪い人だな。あ、結構ここぞとばかりにね。じゃあライブも行っちゃうからね。はい、いや、好きに運転してくださいよ。これはたまらないですね。ぶつけたら買ってもらうからね。気をつけます。ポルシェってさ、すごく人だ、好きだった女性にさ、なんか例えられないか。もうさ、嫌いだと思ってさ手放してもさ、また次会うとさ可愛くなってたりするわけよ。いやー、マイチェーンが入ってさ、はい、時にはフルモデルチェンジとか入っちゃってさ、で、あ、またいいんだ、やっぱあいつはいいんだよっつって、やっぱ俺結婚するんだったらポルシェがいいかなみたいな。なるほどですね。どう、そういうの結構あり、あり、はい、やっぱポルシェ乗っちゃうと離れられなくなるっていう、ちょっとなんか怖い伝説みたいなのがあるので、ね、でも離れなくたって、はい、離れたって、はい、いいもんはいいって感じだよね。そうです ね, ね、
じゃないですか。硬いっすよ、もう。なめちゃんも本気の時は硬くするからね。そうですね、僕は硬い派なので。なるほど、はい、スピードより硬い派だ。そうですね。なるほど、はい、音は、音は大きい派が結構好きです、ね、あ、なるほど、はい、やっぱね、はい、高音低音、高音派ですね。あ、やっぱフェラーリ好きだから、はい、高音なんだ。そうですね、ところは皆さん同じところですよ ね、さんが。確かに時代はクーペ、はい、ね、時代は SUV から、この時代は SUV クーペ、はい、ね、そういう時代にさせてるよ ね、 なんかね。そうですね。はい、ではやってまいりましたね。はい、はい、では、はい、創業の方に移らせていただきたいと思います、はい、では渡辺さん、まず見た目から、はい、お願いします。これはですね、はい、5点です。あ、来ましたよ、5点です。やっぱり、ね、文句ございません。文句ございません、はい、完璧です。もう全部素敵ですと、はい。そして、はい、走り、走り、こちらはですね、お、5点です。あら、なんか偏ってる評価ですねなんかね、そうですね、はいはいはい、何が良かったですか。まず、高速走ってた時の、はい、ハンドルを切って車線変更するときなんですけど、もう地面からこうぶれない感じ、もうキュッと曲がったらもうシュッと曲がって次の車線に行けるっていうような安定性がさすがのポルシェだなっていうところがありました。なるほど、はい、価格、価格、はい、これも5点じゃないでしょうか。あら、そうですか、はい、価格に関してはその新車時から中古になって値段そんな変わってないので、はい、場合によって高いよね。そうですね、高い時もあるので、ね、はい、まあ、オプションの兼ね合いとかもあると思うんですけど、やっぱり値段と車のその性能だったりとかを全部評価してみた時のこのプライスっていうのは多分他の車ではちょっと出せないんじゃないかなと思うぐらい、価格はバッチリかなと思います。はい、以上です。では、はい、フィーリング、フィーリングですね。こちらはですね、4点です。あら、こんだけいいとこって言ってきながら、はい、はい、まだまだ力不足だなと。やっぱりこのカレラ GTS に自分が追いついていけてないっていうところが、あ、なるほどねあったので、なるほど、はい、そこ5点になるにはやっぱりまだちょっとハードルがあるわけですか。そうですね、はい、GTS を所有するには早いと。そうですね、なるほどね、はいはい、なのでもうちょっと頑張って車を勉強してから、はい、乗らせていただければ嬉しいなと思います。先日、はい、渡辺さんの、はい、一つ後輩の、はい、もともとねケイマン S を乗ってた、はい、うちの営業のね、そうですね、はい、まあ、トップセールス取ったりするようになった、はい、あの H 君が、はい、なんと今回ですね、はい、ポルシェでケイマン S から997のカレラ 4PDK、 はい、後期最終モデルです。買ったと、はい、すごいね本当にね、すごいです。もう、うん、すごすぎるとしか言えないですね。うちのね、やっぱね、稼ぐ子すごいなと思いますね。はい、ね、なんかね、今25ですね。25、はい、997PDK 買っちゃう。買っちゃいましたね勝つ、はい、いやね、ね、自分も人のことを言えなかったかもしれないですけど、はい、まあね、独身の時ぐらいしかできないと思うんで、そういったね。そうですね、はい、渡辺さんもね、はい、そろそろ、そろそろ何か行かないといけないかな。 CLS から、はい、ね、GTS 好きだと言ってたんでね、この辺の車とかもね、行っちゃっていただいてもいいかもしれないから、はい、明日ロッツ7買いに行きます。あ、そうだね、はいはい、予算があれば、はい、買うか買わないかというところですね、はい、もうこれは絶対買わせていただきたいです。あ、買う、絶対買います。まだちょっと身分そうじゃないけども、はい、買うは買う、買うは買います。買えるのであれば買いたいです。やっぱこの991の GTS がいい。そうですね。997の GTS でもなく。そうですね。997よりもやっぱり、まあ、新しいもの好きっていうのもちょっとあるんですけれども。でもやっぱさ、はい、そこのさ、自分のさ、位をさ、上げなければいけないわけでしょ。なるほど、ね。992の GTS も出てくるよね。はい。これがちょっと落ち着くってことはあんまないと思うんだよね。そうですね。1000万切らないでしょ。切らないと思います。なかなかもうね。はい、ということは997の GTS から。
入るべきだと思いますまあでも買いたいですよと。そうですね、欲しいです。そういう車ですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、で私はですね、はい、見た目、はい、5点以上以上ですもうね、最初に話しました、はい、ちょっとねマイク入ってなかったかもしれないんですけど、はい、もうね早送りでね、ちょっと2倍速ぐらいでね、はい、流して聞いてもらいたいぐらい、はい、やっぱこれかっこいいっすよ。かっこいいっすね、うん、なんかターボよりもかっこいいかもしれないっていうのがなんか分かる気がする、はいはい、そして足、はい、4.2 ぐらいですかね。おお、それはやっぱりその、まあ、911、まあ、GTS かもしれないですけど、はい、まあ、ベースは彼らじゃん。まあそうです、GT、はい、この上に GT3 ありますよね、はい、でまたちょっとタグイ違いますけどターボありますよね、はい、やっぱりねそこにはまだ全然届かないなって感じがする。あーターボはちょっと別ですけど、はい、この次ってやっぱねなんか乗りたいの GT3 かなと思いますけど、はい、そこまでの結構差は結構大きいかな。なるほどですね、うんうん、その彼らベースの中では、はい、まあいいっすよ、はい、上ですけど、でもその上を考えると、はい、うん、まだ GT3、うん、これ1600万円ぐらいで GT3 だと2000万円超えてきちゃうかもしれないですけど、はい、うん、なるほどな、そこまで出すんだったら、はい、もうちょっと頑張って GT3 でも僕はいいかなと。でもこのスタイルはものすごく好き、はい、うん、GT3 のちょっとリアウィングがまあね、ちょっとねレース中だから、はい、そうしょうがないかもしれないですけど、はい、行動で乗るんだったらやっぱこれナンバーワンかなと思います。でも走りは、はい、まだねポルシェを知ってるがゆえに、はい、もう一つっていうところです。なるほどです、ね、はいはい、ありがとうございます、はい、まずそこは以上でして、はい、次は、価格面ですね。そうですね、はい、うん、まあ、2000万円いかないですもんね。2000万いかないです、うん、オプションねいっぱい入れたらいくかもしれないですけど、価格面で言ったらですね4点ぐらいです。おはい、ちょっとあの走行中にもですね、はい、渡辺さんにちょっとメーカーさんにちょっと言ってくださいっていう話もしましたけどね、はい、ね、やっぱオプションが少なすぎる、もともとついてるのが、はい、やっぱ GTS ぐらいのでベンツ、ボルシェ、あベンツ、BM で同じね、はい、他の 車種で言ったら、はい、なんだろう GTS ってなんだ、そのスポーツタイプの中のさらに最上級みたいなグレードじゃん、はい、だったらもっと、ね、装備豪華にしてほしいし、ベントレーだったら GT スピードみたいなね、はい、そんな感じでしょ、なんか。うん、そうですね。そしたらもうさ、ダイヤモンドステッチ入って、シュトノブも豪華になって、でカーボンパネルふんだんに使ってみたいな、はい、もうフルオプションですみたいな、はい、彼らベースの最上級グレードだったら、そこまでの全部のカーボンとかっていうのもつけてほしい。あー、なるほどですね。そういった意味で、ちょっと辛口の4点かもしれない。はい、だってね、そこぐらいいいじゃないですか、ね、もう黒の GTS 乗るんだったら黒の欲しいっすよ、はい、みんな、はい、で黒の、まあ、ハンドルの、ね、はい、アルカンタラも、まあ、OK です。スポーツセーリングも映ってるかもしれないです、はい、もうカーボンと、まあ、シートヒーターは別に、まあ、オプションのどっちでもいいかもしれないですけどね、そのカーボンぐらいはねやっぱりセーリングついててほしいですね、はい、あとはねステッチとかね、その辺ぐらいはね。なるほどです、ね、はい、欲しいなと思います。あとフルだとこんなかっこいいホイール入ってさ、センターロック入ってさ、赤いブレーキキャリパーもさ標準でついてるんだから、はい、なんかそのねワイドフェンダーにもなってて、はい、うん、だったらあとこれヘッドライトもそうでね、あの LED ヘッドライトっていうの PDLS、そうそう、ですね、PDLS、はい、もうついててほしいし、バンバンこの GTS のバンバンでかっこいいんだから、はい、そこまでやってよ。なるほどですね、言ってください。完璧ですねそれ全部覚えると厳しいかもしれないですけどちょっと今のね2倍速で、はいはい、分かりました、喋りましたけどというところでちょっと4点ですね、はい、はい、そしてフィーリング、はい、フィーリングはやっぱりもうベリーグッドっすよ。はい、5点です。5点、うん、やっぱいいっすよ。はい、なんでしょうね、毎回言いますけどポルシェ本当しっくりくるよ。そうですね、はい、うん、安定性はこれ乗ってさ、はい、あこの車買いたくないっていう人は、ね、そういないと思います。そうですねそういう方もしいたら、はい、興味があってポルシェに乗ります、はい、で乗ってあ買わないって方いたら、はい、ちょっとちょっとって俺交渉できる自信あるね。ああ、何がどうダメだったんですかって、はい、いや何言ってんですか、うん、お客さんこれなんとかでなんとかですよみたいなところはね、はい、長々と延々喋れますから、ね、そのまんまお客さんもそれでも買わないというんだったら、はい、あ分かりましたちょっと飲み行きますって、ちょっとその辺のねなんかお寿司屋さんなんか一緒に行って、はい、ちょっと日本酒で乾杯しながら、いやいやお客さん違いますよってそうじゃないですよポルシェはとかっていう、ね、話をね長々とできる気がしますね、はい、それくらいね良かったです。完璧フィーリングは、はい、間違いないですね、はい、はい、
で買うか買わないか。そうです、買うか買わないかって予算あったらもちろん買いますね。買いますよね、うん、買いますよ、ね、GTS 買いますよ、はい、買わない理由がどこにあるんですかってね、はい、ないです。俺 GTS 担当者になろうかないいですね、ね、商談入りましたから、うん、はい、でまた GTS を、まあ、この彼ら911に限らず、はい、パナメーラでもカイエンでも、うん、買う方はなんかね、はい、好きだなって。なんか、ね、はい、それもちろん予算がねありきの話ですけど、はい、会話でいたらなんか握手したいです。はい、合ってますねっつって、はい、ですよねみたいなね。街で見かけて GTS 走ってる人がいたら、はい、トン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 ってやりたいです、はい、かっこいいじゃないですかこれ後ろ決まってっすねって後ろいいっすよってこういいケツしてっすよねみたいな、はい、だよねみたいなでちょっと降りてみたいなね、はい、じゃあちょっと寿司行きましょうかっつって。あ、寿司行っちゃうんですねなんかねそんな感じしますよ。はい、なんでポルシェオーナーの方とはね、なんかね、あれです、長くね、はい、なんかそういう話ができそうな、輸入車、それこそ輸入車の話をできるような気がしますね。はい、はい、以上ですかね。以上です、ね、はいはい、ということで、ちょっと総評少し長くなりましたけども、はい、今回はですね、2017年モデル、はい、991モデルの最終ですね、はい、の GTS をインプレッションいたしました。また、面白いなと思ったら、いいねボタン。そしてまた見たいなと思ったらチャンネル登録ですね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ロペシティ。お店の方もとっても気さくで、しっかり同じ目線に立って分かりやすく教えていただいて即決でした。ロペシティでは専門店ならではの知識と創業28年のノウハウでお客様にご満足いただけるサービスを提供しています。専門店の品質と安心へのこだわりをお手頃な価格で。免許を取った頃からいつかは輸入車に乗りたいなとは思っていたんですが、新車は高くて。年式も新しく低走行状態の良好な車両を数多く取り揃えておりますので、あなたの希望するお車がきっと見つかります。ロペシティをウェブで知ってからほとんど毎日気になって情報を見てました。そしたら自分でも手が届きそうなミニクーパーを見つけたんです。すぐに近くのロペシティを調べて行きました。ロペシティのショールームでは別の店舗に置いてある車両をご一緒にモニターで確認していただき、全国の加盟店の車をどこからでもお買い求めいただくことができます。遠方からの在庫もショールームからお運びいたしますので、本契約前にご確認いただけるため安心です。ご契約後も業界最高水準の保証プランでしっかり修理が保証されるので、輸入車を初めてご購入されるお客様にもロペシティをお選びいただいております。輸入車はやはり質感もいいですよね。今では家族みんなで出かける時間も増えて、子供たちも大喜びです。一度輸入車の感覚を味わったらもうやめられないですね。次も輸入車にしようって思いました。ロペライオグループでは輸入車のご購入はもちろん買取サービスもご利用いただけます。豊富な知識で希少グレードやオプション装備も正しくプラス査定、直接販売だから中間マージンはありません。さらにご満足いただける高額買取を実現いたします。ロペシティのショールームは全国で続々とオープン。輸入車がさらに身近に、さらにお買い求めやすくなりました。地域密着の輸入車販売店、あなたの街のロペシティ。